い、皆さんこんにちは。ピンチがチャンス、ということですね。今日はこの間ね、里芋を取りましたんで、あの里芋を取った模様をお伝えしようっていうのと、あとは雑談ですね。あの深夜放送とかさ、あとレコード紹介、レコード紹介の前にそのこの間ね、歌手の、篠塚真由美さんとあのお会いしましてですね、今度ね、実は12月24日イブの日にイベントに出てもらうんで、それのね、ためにレコードをお預かりして、デジタル化してイベントの時にそれをちょっと流そうっていう企画がありまして、大事なレコードなんですよ。篠崎さんご本人だから持っている、多分世の中にそんな出回ってないね、あの出回ってないっていうか、もう残ってないっていうかね、貴重なレコードをお預かりして、でそれを、それをね、うちのターンテーブルのところで、デジタルに撮ってイベントの時に使うってわけです。だからね、持って帰る時にあのちょっと緊張しましてね、あのせっかくそのお預かりしてるんで、なくしちゃいけないっていうんでね、もうカバンの中で何回も何回もこう確かめて、あるよねあるよね、大丈夫だよ、なくしてないよね、家帰ってからもあるよねあるよね、でも箱に、厳重に箱に入れてですね、今家の方で保管して、あとでね、それのレコード紹介、レコードをね、ここの畑持ってきて、万が一汚れちゃったら やばいから、レコード自体はね、自分のね家の DJ ブースのところで開いて、ご紹介しながら、最後の方に音楽をかけて、聞いていただきたいと思います。あるいはまあ概要欄にリンク貼っとくんでね、聞いてください。あの篠崎さんっていうのはね、スター誕生、グランプリ決勝大会かな、優勝されたんでね、歌唱力半端ないです。レコードで聴いてもものすごい迫力、もう歌唱力半端ない。でそれからレコードを出された後にですね、スターモノマネ王座決定戦、例えばコロッケさんとかね、いろんなモノマネの人いるじゃないですか。でその中でモノマネ四天王の一人と呼ばれていて、松本明子さんとか、まあ、いろんな方いたんですけども、そのうちのお一人ということでね、そういう大会でもモノマネ王座グランプリでグランプリで勝ってるって、優勝しちゃった、あのコロッケさんとかにも勝って優勝ですよ。だからもう基本的に歌唱力がすごいんでね、うまいんですよ。テレサテンとかさ、まあ、オーヤンフィーフィーとか、みんな歌うまい歌手じゃないですか。でそれをちょっとアレンジするっていうのも、やっぱ本当にうまい人じゃないとああいうのできないんだよね、多分ね。まあ俺はほらモノマネを、モノマネとかしないからね、ビートだけしてこの野郎とかさ、そういうのやんないからわかんないんだけども、まああのその篠崎さんのねレコードの紹介と、させていただきたいと思います。それとあの深夜放送の話って言ったのはですね、 YouTube によく昔のオールナイトニッポンだとか、あと関西ローカルでやった鶴瓶慎吾のぬかるみの世界ね、これが聞けるんでね、でちょうどね30分とか1時間とか上がってるんですよ。だから寝るのに聞くのに、あの寝落ちっていうのかな、面白くて最近よく聞いてるんですけれども、だそういう中で探していくと、あの寝落ちラジオっていうのが最近あるのね。で女の子とか、あのすごいね穏やかな声 で男の人もね、さああなたも眠くなってきたでしょうかみたいなね、そういうトーンで喋る人とかね、で女の子もやっぱ癒し系の声でね、今日ですねこういうことがあったんですとか、なんかわざと眠くなるような声でやってらっしゃると思うんだけど、それですこーみたいに寝れるんですよ。で僕が聞いてるのはあのオールナイト、やっぱり日本ね、ビートたけしのオールナイトニッポンって好きだったんだけど、ちょっとねあの勢いがありすぎて目覚めちゃうの。 今だと高校生ぐらいの時聞いてる時はもう全然面白くて布団の中で爆笑しながら寝たんだけど、今そうするとね目が覚めちゃうもんだから、主にね最近はぬかるみの世界また聞いてるんですよ。大阪の方の関西の人はみんなご存知かと思うんだけども、笑福亭鶴瓶さんと真の真さんっていうね、まあ作家とかなさってた先生で、その、まあ、鶴瓶さんもほらボソボソっとした声でなんかこう喋ったり、ちょうどねいい具合なんですよ、深夜に聞くのは。ちょっとちょっとずつ散らされて熱く熱くにを焼くわ。で話ちょっと YouTube の方になっちゃうんですけど、最初俺にピンチがチャンスってやった人は、最近よく見てる YouTube で
JJ チャンネルっていうのがあるんですよ。ググってください。 J はほら英語のね JJ で、チャンネルは多分カタカナだったと思うんですけれども、 JJ チャンネルさん、 こんな覆面しちゃってサングラスかけて顔出しはしないんですけれども、いろんな未解決事件とかね、そういうのの考察をなさってるんですよ。で、まあその内容についてね、僕なんか全然素人だからよくわかんないけど、まあ聞いたなりに思うのは、やっぱりなかなかすごいガテンがいくことをねおっしゃってる方なんだな。そしてね、やっぱ頭いいんでしょうね。なんかだいたい1回につき20分ぐらいの考察トークなんですけれども、それがねずっと喋ってるんですよ。まあ俺でもこれ喋ってる、今喋ってるって言ったってまだ5分ぐらいしか喋んない。よくね、だからな、ちゃんと紙にまとめて書いてあるのかもしれないけど、それにしてもね面白おかしく、で関西の方だからやっぱりこうね、そや思いますねみたいな、なんかこうノリもいいしね、ですごい面白くて、でだいたい1日1回更新してるんですけれども、たまにしてない時があると、なんだ今日更新してないのかなと思って、すごい残念になっちゃうぐらいのファンになっちゃって、でなんかこういうピンチがチャンスとかね、 なんでピンチがチャンスなのかはちょっとよくわかんないけど、だいたいほら YouTube の人ってなんかこうね、はいどうもこんにちはなんとかだよとかさ、なんかこうほら亀田さんのお父さんもなんとか、サンキューとかなんとかこうやるじゃないですか。あれの感じでピンチがチャンスってやってる。多分俺と同年代の方でね、始まりがオールナイトニッポンの音楽がかかるんですよ。ぬかるみの世界、オールナイトニッポン知ってるってことはね、結構年代近いのかなと思って、あの素顔はねちょっと分かんないですからね。なんかちょっとほら未解決事件とかのさ、あのトークやってるから、まあ、そういう顔出しとかはしないで、思ったことを本音で語れるようにそういうスタイルをなさってるんだと思うんですけど、いやすごい面白いね、ということでこの後はね、里芋のこの間掘った紹介で、動画をね見ていただくと分かると思うんですが、試し掘りで一回掘っちゃったんですよ。で掘っちゃったから、あちょっと鼻水が出てきて、今日寒いんですよ。であんまりついてなかったんだよね。だ去年一昨年はもう結構ついたんだけども、それでついてなかったから埋め戻したらもうやっぱりね、埋め戻しすると大体結構みんな枯れちゃうんだけども、里芋ももうヘナ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 ってなっちゃってね、こうね。でまあちょっともうダメなら限界だなと上げてみたら、まああんまりついてないね。1,2,3,4,5,6 7個ぐらい、このぐらいちっちゃいのがついてて、で私は里芋を植えるときは小さい里芋の種芋じゃなくて大きい親芋っていうのかな、このぐらいのでかいやつで、それを目出しして植えるんですよ。それに、里芋がついて、子供芋、子芋で、それにまた孫芋がついてってなるんですが、試し掘りしちゃったやつはもうでっかいやつ に子芋しかついてなかった。孫芋がこれからだったっていう感じなのかな。何これ、できてないんじゃない、もしかして。あ、いつ前と違うんですか。早いかな、もしかして。え、芋何もついてないんだ。あー、この辺これまだなんじゃないか。だから実はもう一個ね、そちらにあるんですけれども、そっちはねもうちょっともうずっと置いとこうかなと思ってですね、ちょっとまだ掘り起こしてないです。タイミングがね俺も計り損ねてるんだけどもっていうのがあります。まあでも今日は本当寒いね、それではね、あんまり喋っててもしょうがないので、あ、それでねちょっと見てくださいよ、この夕日。このね、もうちょっと後の時間帯、まあ今もう5時で結構真っ暗になるぐらいの感じですけども、この時間帯のこの夕日がまあ綺麗ですよね。見とれちゃいますよ。それではピンチがチャンス。